NTT ジャパンラグビーリーグワンの今週は第2節を迎えました。先週から開幕して盛り上がりを見せています。今日の一戦はコベルコ神戸スティーラーズ対花園近鉄ライナーズ、この両チームの対戦を迎えました。会場は神戸ユニバーです。一旦右サイドへちょっと持ってからフラットに持っていった、ね、そして浮かしてトライまで持ってきました。小野木が最後は来ました。そしてスティーラーズはこのチャンスのスクラム、中島が左サイドにどうやら出してきそうです。ラウマペまっすぐ行った、これがラウマペ来ました来ました、来ました、これがラウマペなんですよね。これがラウマペというプレーです。そうですね、ここも下げながらどこなし、リスシュ裏手前側パス、橋本光一対一、内側サポート、伊勢離した、うまくサポート、2発目来ました。一人選手が痛んでいます。ライナーズベンチュースですかね、佐渡だ、外に持っていってますが、そろそろブラインドサイドからマシルが持っていった、最後ダイブ、ユーズイットの声がかかってますが、中島、ハーフの中島はこれ前割ってきました、トライですか、松岡、最後は松岡が割っていきました。長いパスか、ダビーがどうでしょう、縦に出る、オフロードつながりました、前ではノーラからさらにつながって、ここを持ってきました、最後はトポーテミター、アタアタが膝を痛めて座り込んでいる、ラウマペ、あ外した、ラウマペサポート山中、さらに手前中島外したか、最後は中島でした、ラウマペ山中中島バウンド、あっノッポンか、まだ増えなし、あノッポンライナーズに見ています。逆に裏キック外側に伊勢木かわして2つかわして持っていけるか、ただまだボールがあります、前空いたが持ってったここをブレイクされました。ガーデンのショックはキック、落下点には松永カンタ前に出ます、オーブレイク松永、オーブレイク手前側チャンス、つながったラウマペ、ラウマペが今日3発でいくか、ラウマペパスと見せかけて最後は自分でトライでした。外プレッシャーで走れば上です、伊勢木、伊勢木も今日効いてます、この人いいですよね、ああリトル捕まえて、リトル捕まえた、耐えられるか、カウンタラック、タンドーバー、外側、橋本キャプテンが前、さあこの後中島来ました、中島持ってきました、ああサイド変えた、マシレワがこの位置からクロス後ろ、ノーラ、ブレイク中央、ステップかわしてノーラ浮かした、よく取った、繋がってますかね、繋がってますね、オノミは取ってます、これただ、ダメです、ゲニア長いパスが来た、外側からマシラかわして2ステップ、ターンして、おー置いた、置いた、スピンして最後どうでしょう、5番は問題ないと思う、うん、どうだこれ、あ足は浮いてます、浮いてますね、足浮いてボールは入ってます、ライン際の方も、おお狙った、惜しかったですね、ラウマペ倒れないオフロード、前ではアタアタから石塗りが来ました、中島石塗りから外スライダー、中島大輝外側を開いて内か外か内か、この位置中島3つ目、どっちに行く、小原から手前ワンクルになります、ディフェンス耐えられるかライナーズ、山中つなぐ、ティモシーからワンバウンドした、リトルがこれはもう空いたところです、ワンバウンドしたところ、最後のトライです、
今度は近鉄にペナルティー、すぐにタップからターターいった。もう笛が鳴って自分は準備をしていました。ただまだ22の中にはもう少し。裏キックだ、バウンドが道に行く、これがバウンド入れば面白いぞ、抑えた、トライです。キャプテンから外に持ってきた、クリアしたがこの内ボールは OK か、橋本が取ったか、また橋本が来ました。そして本が鳴って外側にボールを出して、この関西ダービーホストチームスティーラーズが勝利を挙げました。攻めまくった両チームの攻防でしたが、58対36、今シーズンの初白星スティーラーズが挙げています。